プヨ斉藤亮と申します。今回は第31回の続きになります。で、前回の続きなんですけども、卵が2つあったと思うんですよね。虹色の、1つはマセンシャダビドと、アックルが手に入りました。めちゃめちゃいい卵だったんですね。あれって SS と A ランクが手に入ったってことなので、まあ、オンラインの対戦は、まあ、積極的にやっていきたいなと思います。まあ、こいつらはいいかな。で、ちょっとオンライン対戦で結構仲間が手に入ったので、ちょっと、この辺のモンスターを配合していこうかなと思います。スタメンのヤマタノオロチと、あいつ黒龍丸は以外で配合していきたいと思います。まずはガルマッドかな。多分もう手に入らんと思うんですけど、多分使わないと思うんで、もうバンバンなんか別の SS ランクにしたいなと思います。スライムとなんとも贅沢な配合いけ。いや超下がった。 SS 多分あれかな、違うのにしたらランク下がらずいけるかな。ちょっともったいないんでガルマッツに転生させます。好きじゃないんだよな。はい、ではこんな感じになりました。今のところスタートメンバーこんな感じで、あとレベル上げていこうかなと思います。で、配合結果になるんですけども、この辺が増えてるかなと思います。ボルが2体かぶってベルができて、グランデルとゴートドンですね。あとはザコト。はい、では、レベル上げていきます。レベルアップしてきました。これから主に使っていきたいのはサンダーバードとデッドマスカーだと思います。41レベルと42レベルですね。カルマッツォとバビルボブルは、お留守番ということで、もう早速バトルが始まるのか、扉があるの。
意味深な描写がありました。二人一組のペア。へえ。結構強いんかな。ノラキおる。便利屋さん。どうしようかな。まあ一発目なんで。あれ、ミリエがいない。あ、いたいた。いけないのか。あ、入るときにね。じゃあこっから行こうかな。緑。烈風の扉で待ち構えるのはサイフォン、ジュラハーン、デッドマスカーといったモンスターを。4番目に強い。じゃあいいとこ引いたな。ああ、この辺は一緒か。丸太を。いや、強いな、意外に。まあ、しょっぱななんで、ミレイユでいきます。2対2で出すのか、それとまた別の対戦方法なんでしょうか。ステージ一緒だな。9回。お、いるな。よし。気持ち悪いな。地獄の面倒さ、見せて見上げよう。くらえ。
かっこいいな。音がやべえ。これ倒せるでしょう。無理かな。回復持ってて。マジックバリアじゃないんだよな。お、来た。うわ。そんなんやな。ドルマドン。結構しぶとい。ほーん、こういう感じね。確認しておく。そんなんいるんや。すごい。ちゃんとしてんな。お前は？ああ、そういう感じね。かぶってんの。道具使える入れ替えもできると。回復持ってんだな。まあまあまあ。いけ。マジックバリア。いいんじゃない？呪文押しで。
何怖い。マギムーチョ。お、相性めちゃめちゃいいな。お、なるほどね。マジックボリューめちゃめちゃ良かったな。いいね。お、シャドウ攻撃効きません。マヒアド効きません。ドルモーは いいね。マジックバリアいらないかな。おほう、相性めっちゃいいな。ガンガンで、お、トルネード。イエーイ。
しな。で、しかもめちゃめちゃ相性良かった。では一旦中断します。バイバーイ。